えー、こんにちは、はです。今日もごご視聴ありがとうございます。今日はですね、えー、倍音と4度進行、まあ、これ5度進行という人もいますが、4度上昇、完電4度上昇と完電5度加工は一緒なので、まあ、ミュージシャンサイドから言うと、5度落ちるというよりか、4度上昇するという人の方がやっぱ多かったので、えー、4度進行という話をします。 えー、バイオンとヨード進行バイオンってそもそも何だろうっていう話ですねあと音色の違い、えー、楽器っていうのはそれぞれこう音色違うじゃないですかバイオリンの音とかトランペットの音とか全然違うじゃないですかこれって、まあ、要は音の振動で何が違うのかっていう話ですねそしてトライトーン、えー、これがすごい、えー、音楽的にはすごく大事なんですが増4度減5度って言われるやつですねこの感覚が、えー、次の進行をすごくこう感じさせるみたいなの 不安定なな、えー、ハーモニーになりますはり4度進行が強く感じる理由っていうのがこういうところにあってあと EDM 僕も大好きですけどクラブとかに行って聞く音楽っていうのはこの、えー、4度進行っていうのはあんまないんですね、えー、その理由をお話ししていきたいと思いますまずハーモニクスですね音を鳴らすとその振動の倍の音も一緒になるということですね、えー、この振動がこういうふうにあったとしてその、えー、倍ですねこ,ここのえー 高振動があった時にここからこれが1回振動するに対して2回振動するとか3回振動するとか四分つまりここの交点が近い音がえ音っていうのは1音鳴らすとその倍の振動も同時になってるってことなんですねこういうのを倍音と言いますで倍音が鳴らないのが人工的に作ったサイン波ってやつでですね例えばえ時報のポッポッポッピンっていうのあれはサイン波なんですねサイン波っていうのはもうこの完全にこのこういう綺麗な振動もう もう作り上げたみたみいな。自然の音ではサイン波っていうのは基本はないんですけどで、こういうサイン波ってやつですね。こういうのを使ってます。ハーモニスクス奏法っていうのがあります。これは、まあ、あのバイオリンとかもやるんですけど、音をちょっと軽く押さえといて、その元の音は鳴らないんだけど、その倍音だけをフッピーンって高い音を鳴らすっていう奏法があって、これはあのベースだとジャコパスト・アリトリアスっていう人がこうやってる、ギターの人とかもよくある奏法ですかポンって押さえといてパッと離す。で ジャコはですね、片手でこうピンって弾きながらこう押さえて叩くんですが、えー、そういうのでメロディーを鳴らしたりする。ハーモニクス奏法っていうのがあります。なので、ハーモニクスっていう名前を聞くと、これはあ倍音のことで、その基準の音よりも上の音の高成分の方だけのことの話をしてるんだなっていうふうに分かっていただければいいかなと思いますで。今回ですね、この倍音の列を調べてみたんですね、よくあるこの倍音列っていうのがこういうふうに出てきます。どういうことかというと、 1>, まあ1秒間に16回振動する。ちょっとこれね、近似値ですけどね。多分ね、440を中心にしてるので、ここからちょっとずれがいろいろあるんですけど、16、まあ大い16.35。だからこのずれがあるんで、ちょっと倍数がきっちりじゃないんだけど、16の場合は32、えー、4倍は48でしょ。32は同じどの音になるね。振動数が倍になるからね。ところが3倍音っていうのが、この48っていうのが出てくるこれ、その音になるんですよ。49、ほら。 この大体、ね、だ,いいだからドド次ソになってでまた次の倍音はまたもちろん、えー、6465あたりになるんですけど次がミがなるんですねっていうふうに倍音をずーっとやっていくと同じもちろん C の音 C の音鳴らすと C の音もいっぱいあるんだけど B とか B フラットとか A とか G とか F シャープとか E とか全部こういうふうに音が倍音列っていうのがあるんですねつまりこう C の音を鳴らすと上の方に G が鳴ってたり E が鳴ってたりこれは耳がいい人でこの絶対音感持ってる人はあミの音が聞こえるとかね結構言う人いますね、えー、ポンって聞くとあ結構このミの倍音多いねとかっていう人もいたりしますなので一つの音を鳴らした時には倍音っていうのがこういう風に音がこれも12音全部揃うらしいですけどいろんな音が広域の音が含まれてますよこういう倍音豊かな音っていうことは こう倍音が豊かだとこうすごくこうなんていい音って言われたりするんですけど倍音の含み方が違うので波形が変わるっていうことですねだからこういうこうねこれが普通の1倍音だっこれ2倍音です、ね、これが基準このこの青が基準の音だとするとこれはね第2倍音になるねそうすると基準の音が。 えー、どれぐらい含まれてるかってどれぐらいの音量含まれてるかってよるんですけどこれ,これが例えばこう同じぐらいの音量でいくとここが足されてここはへこむじゃないですかななのでなんかねギザギザになっていくんですよ音がねで結構カク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 ってするとそうするとかなり、えーまあ、要はいろんなこう複雑な音みたいな感じサイン波を組み合わせこれはシンセサイザーの方式なんですけど加算方式っていう形でサイン波を 組み合わせて、ね、いろんなサイン板を組み合わせて音を作るっていうやつがねこれアナログシンセサイザーっていうのがあったんですけど、えー、DX7 っていうのがその形のスタイルの、まあ、先駆けになるんですけどそういうサイン板を組み合わせて人工的な音を作るのでちょっと変わった音になるみたいなねで今のシンセサイザーのスタイルは録音したもともとバイオン豊かなバイオリンの音とかを録音しておいてそこから こうフィルターでこう倍音を削っていくっていう形で音を作ることがすごく多いですね。でこういう倍音列っていうのがこういうなんかこうの見たことあるかもしれないですけどそうすると1倍音まあ大体こう倍音はどんどんどん減っていくんですけどこういうふうにするとこれ大体こうピアノみたいな感じだとこういう感じらしいんですが、えー、ピアノの音だとこういうふうに倍音のこうパーセンテージが決まってるということですね。はいで 倍音とはまた今度関係なくトライトーンっていうのはこの前に、えー、説明した、えー、弦5度この,この音のハーモニーは不安定なので隣の音にこう行きたくなるっていうこういうのを、まあ、音楽用語でテンデンシーが強いそういうそこに行く傾向があるということですねこういうことね で、このトライトーンっていうのが含まれると、そこに行くとなんか落ち着いた感じがするじゃないですか。だからこういうのを、えー、トライトーンと言います。4度進行の話ですね。はい。えー、っと、上の R、これがルートってやつ。3度、5度、7度。ハーモニーっていうのはこう3度積みをしていくんですけど、そうすると、ソから始まる、この、これ G7 っていう音なんですけど、そうすると、ここの3と7のところで、さっきのトライトーンがあるので、 このトライトーンは次の音がえー、っとこの下が55番って書いてあるもともとおーみーそのこれ C に行きたいってことですね C ねそうするとさっきの上の音からの37の音37の音がちょうどそうルートと3度に逃げていてでしかもルートが4度上昇するじゃないですかなのでなので こういうい形ですね。これを4度進行と言ってとてもこう強い動きハーモニーとしてすごいこう関係性があるこういう風にいく傾向に流れ的にいく傾向にありますよっていうので電子が強いいと言います。4度進行が強く感じる理由っていうのはル,、まあ、ルートが4度上昇5度加工するってことね,ねこう5度加工進行するっていうことねこの5度進行5度圏の話をしたと思いますけどで どの倍音はソが残るから音が近いということですね。だから例えばソが鳴っててドに行くと、どの倍音はソが持ってるからソが保留されるでしょう。だからまあさっきのえっ、ー、と C から。 着席のやつが CGC、CG7C、さっきのね、切リづで着席が、これがいわゆるその C と G7、いわゆる5度進行4度、4度進行、5度進行と言われるやつですね。5度下降進行、4度上昇進行と言われるやつです。それで、しかもトライトーンが入っているので、流れ的にはものすごく自然とされます。 ところが、サイン波でできたベース音だと、4度進行をさほど強く感じない。点電子が少なくなるって言われてるんですね。なんでかっていうと、さっき言ったみたいに、倍音がないから、ホリオンがなくなるから。だから、だから EDM って言われる、エレクトリック,リックダンスミュージックってやつですね。ミュージックってやつですね。ここなんか <laughs>、ミューックになってるミュージックですね。えー、4度進行あまり使わないものが多いということになるんですね。えー、例えばですね、 これとかえっ、ー、と6415これ5度進行1個もないですけどよく,くこれよく聞くでしょ1564もよく聞くでしょ4561 これもよく聞くよね。四五三六。こういうのも全部 E. D. M. って言われるですね。クラブに行くと。よくかかっているような曲ですが、五度信号は見事にないですよね。だから逆に一五一六二五みたいな。 なんかこう5度進行4度進行するやつの方が逆にむしろあんまり効かない具体的な感じがするから効かないんではないかなっていうふうに思いますが、えー、というわけでですね音響学、えー、難しいけどこれも難しいですねけどめっちゃ理にかなってるってことでですねまあこういうこと知らなくても別にやっていけるんですけどまあ僕とかは結構あの理屈王じゃないですかだから理論でこう攻めていくとこう。 なんか忘れにくいっていうことでございますね。で今回だから覚えてほしいのはトライトーンとバイオンと5度進行、四度進行っていうのを覚えていただければ今日はバッチリでございます。なのでまあリズムで言うとこういうことになってますよということでものすごく理にかなってて面白いんですね。なので最初は昔は学楽しいっていう字じゃなくて学ぶっていう字だったんですね音響学っていうのは。だからそれを楽しむっていう風うになったのは結構最近だって言われてますが。 でも音楽ってやっぱりそのこう整合性があって十二音階っていうのはものすごく理にかなってるなーっていうふうにぴったりじゃないんだけどそのぴったりじゃないところで十二音であるところがすごく理にかなってる気がしますというわけで本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします 私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。